アイストラーダは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体で、コマルカデタベーロステーラでモンテスに属する。ガリシア統計局によると、2012年の人口は2万1657人。カスティーリア語表記は、ライストラーダ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.96%となっている。アストラーダは、ポンテベドラ県の北部に位置し、 コマルカでタベーロステーラでモンテスに属する。北はウジャカワが境界になっており、対岸はアコルーニャ県の自治体ボケーション、パドロン、テオ、ベドラとなっている。東はシジエガ、フォルカレート南はカンポラメイロ、セルデードと、西はポンティセスーレス、クンティス、バルガの各自治体と隣接する。アエストラーダは、 エストラーダ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。住民は51の教区の458の地区に居住する。自治体市長は、ガリシア国民党のホセカルロス・ロペス・カンポス。自治体評議員は、ガリシア国民党、11、ガリシア社会党、9、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。アエストラーダは51の教区に分けられる。 ありがとうございます。